国際スタイリングカウンセラー協会アラカンスタイリストの沢木優子です。先日ユニクロのブラック&ホワイトコーデ面白くないかなと思ったら意外にいいねボタンをいただきましたので、今日はオールブラックコーデにワンポイント入れてコーデをお見せしたいと思います。私はスカーフやストールもよく使いますが、ポンチョやケープ、マントもよく使うんです。好きなんですね。なのでこういうオールブラックコーデでもポンチョやケープやマントを使うと見え方が変わってきます。ではポンチョとケープとマントの違いはって言いますと、ポンチョは頭からすっぽりかぶるタイプ、マントはロングで袖がないタイプ、そのマントの短いものがケープということになります、ね、今日はポンチョとケープとマントのコーデをご覧になっていただきたいと思います。どうぞ最後までよかったらご覧ください。まずこちらがポンチョです。すっぽりとかぶるタイプ、何にもどこにも空きがないですね。これモノトーンコーデになります。ユニクロ U のカットソー、ユニクロ U のブラックデニム、ユニクロの V ネックのカシミヤニットです。ニットオンニットになります。で、かぶってみますね。このポンチョはマカフィーです。こうかぶります。で、袖を通すところがないのでこのままこう下ろすだけです。襟のところ、襟もニットオンニットであったかいし、ユニクロ U のカットソーを着ていますが、こうやってかぶせるだけです。変化がついて結構綺麗ですよね。で、この編み目模様が編み込みになっているのですが、編み目模様がやはりモノトーンで変化を出しているかなと思います。で、ちょっとモヘアが入っているのでふわふわっとした素材です。私は部屋の中でもちょっと肩のあたりが寒いなって思うとこうポンチョを着たり、あともうこの上にザクッと羽織ってお外に出たりしますが、袖がねこう使えないので、袖がないので外に出るときはこのポンチョを襟元でこんな風にしてこの上にジャケットを羽織ったりしています。ボーダーのマントです。これはマントって言ってもこれはストールになるようなマントなので、頭にこうかぶってもいいですし、ぐっと肩まで持ってきてストールみたいにぐるっとマフラーのようにぐるっと巻いても OK なタイプです。肩まで落としてケープ状、マント状に肩まで落としてマント状に着ることもできますし、マフラーのようにぐるっと巻いてもできるタイプのものです。アレンジ自由なんですね。こう大きなストールマフラー、大きなストールマフラーにかぶるものがついているようなタイプのものになっています。ただの大きめのストールではなくて頭にかぶれるようなタイプなので、寒い時はこう頭にかぶってね、急に雪とか雨とか降ってきたらかぶってぐるぐる巻いて、これも同じようなタイプですがもっと大判です。大判のものですね。で、これもついているのでファーなんかついていてちょっとゴージャスな感じに、すごいな、静電気なのかな、これでいいのかなはい、モノトーンコーデですね。白黒のモノトーンコーデです。で、これも大きなアウターを着ることができます。アウターを着たら前で持ってきてぐっとここ寄せてあげればこの上にアウターを羽織ることもできますし、逆にアウターの上から
これを重ねて着ることもできます。これはニットのタイプになります。すごくゲージの太いざっくりしたニットのタイプになります。これはお袖をこう入れるところがあるのですが、袖があるわけじゃないんですね。穴が開いているだけな感じになっています。ポケットもついています。軽く羽織る感じだったらこういうものがいいかなと思います。ありかなと思います。こんな感じです。優しいハニーグレーのニットマントです。ボタンを閉めるとタートルみたいになって暖かいですし、こうオープンにして少し襟を広げてあげると小顔効果になるという、これもざっくりしたモヘアニットですね。袖をこう手を通すところがついている、袖があるわけではなくて手を通すところがついているっていうところです。こんな感じ。じゃあ何がいいかっていうと、こんな風にコートの下にマフラーのようにしてフードつけて着ると結構可愛くなるんですか？はい。結構あったかいですよね。普通のマフラー巻くよりフード付きなので冬はあったかいんです。撮影が昼間撮り終えなくて、仕事から帰ってきてから撮っています。昼間の自然光ではなくってライトで撮ってるので見え方がちょっと変わってしまいましたが、お許しください。マント、フード付きマントはこんな風にコーデします。こうやってインナーに入れるだけでスヌードのような役割をします。もう襟元、そしてむっちゃあったかいです。すごくあったかいですよ。で、上着を脱いだ時はこのままスヌードみたいにここに垂らしてもいいし、これユニクロの V ネックって襟元が遊べるんですよね。こう中に入れてもいいですよね。で、外に出してポンチョのように肩からこうして羽織る。見え方が変わっていろいろアレンジが楽しめる。もう笑っちゃいますよね、これ。ゆきんこみたい。でもね、ほんとあったかいんですよ。フード付きなので顔周りって結構寒くないですか？これでマスクしちゃったらお顔周りが本当にあったかいんです。下ろしてもこんな感じに見えます。超エッジが効いたコーデです。これ先ほどのニットマントの上にミュウミュウの大きめのブルゾンを羽織っています。ちょっとエッジが効きすぎていてどうでしょうか。モノトーンなので、このニットもこういう編み方のモノトーンで、少し襟を外に出して、でこちらのブルゾンもモノトーン。上半身ね、めちゃめちゃ大きくは見えるんですが、エンジニアブーツとか履いてスリムパンツなんか履いてちょっと夜遊びに行こうかななんて思ってしまうアラカン世代です。すっごいあったかいです。こちらの着こなしはマントオンマントで、マントは袖がないのでニットのグローブをしています。指が出るタイプ、親指も出るのでスマホはできます。マントの中にマントを合わせています。こんな風にさっきご紹介したマントですね。そのマントの上にまたマントを羽織る。ここのニット、グレーの部分とグレーの部分が合ってるのでレイヤードしても
可愛い着こなしになるかなと思います。でやっぱりね、袖がないのでこういうグローブ、ニットのグローブ、とってもあったかいです。こんなのをします。マントオンマントコーデです。マント、ポンチョ、ケープのコーデが意外にわからないっていうご質問をいただいたので、手持ちアイテムでコーデしてみましたが、いかがだったでしょうか。しかも仕事に行く前に収録したものと間に合わなくて、帰宅後にライトを使って収録してしまったので、見え方が変わっていたらごめんなさい。やっぱり自然光が好きです。こうやって影ができてしまうので、素人で、まあ、いくら照明を焚いたといってもうまく撮影できないな、なんていうのが改めて分かりました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。そうだ、もうすぐ1000人に到達するんです。チャンネル登録1000人になったら、ライブ配信なんていうのもやってみたいなと思っていますので、何卒よろしくお願いいたします。